テフから作られるインジェラ。エチオピアの主食であるテフは、イネカスズメガヤ族の植物である。主に、エチオピアで栽培され、種子が穀物として主食に供される。エチオピア料理の伝統的な食材であるだけでなく、栄養価が高く、グルテンフリーであることから、欧米や日本でも、ちょい、スーパーフードの一つとして消費が増えつつある。 草丈は5 0センチメートルから1 5 0センチメートルほどで、種子の皮の色から、赤色種と白色種の2種に分類される。種子は、非常に小さく、床に落とせば見失ってしまうほど。テフの名は、アムハラ語の、見失うに由来する。エチオピアの低地や高原地帯で広く栽培されている。雨季が始まる8月頃、牛に引かせたから好きで畑を耕し、 手で直に巻きつける。9月下旬から10月にかけて、穂が出始め、寒気が始まる11月頃に成熟する。刈り取ったテフは、むしろの上に広げ、人や家畜が足で踏んで脱穀する。一つの高地では4年連続でテフを栽培し、その後は4年から10年ほど休耕する。2004年のエチオピアの生産量は、1、68、7000トン。収量は、 ヘクタールあたり0.8トン。テフはもともととはエチオピア高原に住むアムハラ人の間で栽培されていた穀物であったが、アムハラ人がエチオピア帝国を建国し周辺諸民族を支配下に収めると、アムハラ文化がオロモ人など支配下の民族にも伝播していったため、テフの栽培もエチオピア国内の各民族に広がっていった。かつては、 テフはエチオピア国内でしか栽培されなかった。その上、特にアムハラ人が強く施行するため、換金性は高く効果で取引されている。下記のように国際的に注目を集めているものの、現状では国内需要を満たすのが精一杯であり、テフは輸出禁止とされたこともある。エチオピア産が入手困難であるため、日本では南アフリカ共和国産も輸入されている。 石臼でひいて製粉し、水を加えて緩い生地にする。これを3日ほど室温で、乳酸菌発酵させ、蓋付きの土鍋で、パンケーキ状に焼いた薄焼きのパンにする。これがインジェラで、エチオピアにおける主食である。食べる際は皿に広げたインジェラにカレー状の煮込み料理、ワットを乗せ、風呂敷のように包んで、口に運ぶ。重曹で膨らませたパンケーキやホットケーキ。 イースト発酵させたパンとは違い、乳酸菌による発酵のため独特の酸味がある。テフはオーストラリアやオランダ、アメリカの一部地域などでも栽培されているが、これら欧米諸国では、キログラムあたり、日本円で600円以上とかなり高価。小麦と違いグルテン分がなく、鉄分が豊かに含まれるため、小麦アレルギーの人が食する場合もある。スズメガヤ族には、 多くの種があり、日本にも十種ばかり知られ、風草や庭埃りなど身近な雑草もあるが、これほど利用されるものはない。ありがとうございます。